皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、小学校第6学年の社会、世界に歩み出した日本、1時間目の内容です。教科書116ページと117ページを開きましょう。はじめに、116ページの資料1を見ましょう。 これは、ノルマントン号事件を風刺した漫画です。この風刺画を見て、どんなことがわかりますか動画を止めて、気づいたことをノートに書きましょう。西洋の人が船に乗っていますね。タバコをくわえ、余裕があるようにも見えます。 たくさんの人がおぼれていますね。おぼれている人は日本人のようですね。ノルマントン号事件は1886年和歌山県沖の海で起きたものです。和歌山県沖の海でイギリスの貨物船ノルマントン号が沈没しました。 西洋人の船員は全員助かり、日本人の乗客は全員海に沈んで亡くなりました。しかし、イギリス人の船長は、イギリスの領事裁判で、軽い罰を受けただけでした。なぜ、日本の海で起きた事件なのに、イギリスの領事裁判で裁かれたのでしょうか。 なぜ日本の法律で裁くことができなかったのでしょうかどうして日本はこんなにも不利だったのでしょうかこれは江戸時代の終わりに日本が欧米諸国と結んだ条約と深い関わりがあります今日の目当ては 日本は江戸時代の終わりに結んだ条約によってどのような影響を受けていたのか考え学習問題を作りましょうです動画を止めてノートに書きましょう江戸時代の終わりに結んだ日米修好通商条約はなぜ 不平等と言えるのでしょうか教科書117ページ資料3を見ましょう日米修教通商条約では領事裁判権が認められていました領事裁判権が認められていると日本国内で罪を犯した外国人を日本の法律裁判所で裁くことができません そのため、ノルマントン号事件のように、外国人が犯した罪を正しく裁くことができなかったのです。また、関税自主権がありませんでした。関税自主権がないと、外国の輸入品に自由に税金をかけることができません。そのため、外国から安い品物が日本にたくさん入ると、 日本の品物が売れなくなってしまい、日本の産業を守ることができなくなるのです。日本にとっては、とても不利な条約、つまり不平等条約だったのです。明治政府は、不平等条約を改正するために、 施設を送るなどして、何度も諸外国との間で交渉を行いました。しかし、日本の近代化の遅れなどを理由に、交渉はなかなか進みませんでした。日本が条約改正に成功し、欧米諸国と対等な関係を築けたのは、明治の終わりのことで、 ノルマントン号事件からは、25年が経っていました。教科書117ページの資料4を見てください。条約改正を行うためには、日本はどうすればよいのでしょうか。動画を止めて、ノートに書きましょう。 平等条約は日本にとって不利な条約だったので日本も外国と対等でなければなりませんね外国と対等な関係になるために日本ももっと強くならなくてはなりませんねまた日本も 欧米の文化を取り入れて、近代化する必要がありますね。これまでに読み取った資料から、どのようなことを疑問に思いましたか動画を止めて、ノートに書きましょう。日本は近代化をどのように進めたのでしょうか ノルマントン号事件の後に戦争が起こっているので日本は戦争をして国を強くしていったのでしょうか近代化を進めていくことで国民の生活はどのように変化していったのでしょうかいろいろな疑問が出てきましたね これらの疑問から学習問題を作りましょう動画を止めて自分の考えた学習問題を書いてみましょう単元全体の学習問題を作ることはできましたか例えば日本は条約改正を目指して どののよううな努力をしたのでしたでょうか。また世界の中で日本の立場や国民生活にはどのような変化が起こったのでしょうかのようにこの頃の日本の努力や変化の様子に着目して学習問題が作れるといいですね。これで今回の学習を終わりにします。